大学に150以上の支部がある中国の団体は、学生たちが共産党にとって不都合な行動をすると領事館や大使館に通報する。さらには卒業式ではある中国人がアメリカでの言論の自由という新鮮な空気と発言したことに対し、中国の共産党機関紙は彼女を非難し、ソーシャルメディアでも激しく批判され、故郷の家族は嫌がらせを受けたと発言しました。山本さん、これ今ゴルフさん